黙々と上がる煙。火事は白昼の静岡市役所で起きました。今日午後、静岡市役所地下の駐車場で火事があり、市民や職員などが外に避難し、静岡市の中心街は騒然となりました。けたたましくなるベルの中、青葉公園に避難する人たち。青葉公園は避難した人たちで溢れました。もしもし、ちょっと危ないんで、ちょっといいですか。どういう状況なんですか。なんか地下で火災が起きたって言われて、それで、なんだろう、避難しろって言われたので避難しました。で、今地下にうち車止めてるんですけど、はい、すごく心配なんですよ。保健師が待機しており、待機する場所をご用意しております。体調の悪い方いらっしゃいましたらお申し出ください。今日午後4時過ぎ、静岡市役所で地下1階の一般駐車場で車から火が出ている。スプリンクラーが作動していると市役所から消防に通報がありました。今我々がつかめているのは地下1階の、駐車場の車両から、発火したという、ことを、情報として入っております。消防によりますと、駐車場に停車してあった軽乗用車1台が燃えたということで、火は1時間ほどで消し止められました。この火事で20代の女性が煙を吸って救急車で運ばれました。軽傷とみられています。消防と警察は火の出た原因を調べています。